県内有数の栗の産地として知られる掛川市。今日の出荷場にはおよそ120キロほどの美しい栗が集まりました。去年に比べて甘みは増しているものの、満足できる量ではないといいます。今年はちょっと栗にとって環境的にもだいぶ厳しかった年じゃないかなと思います。JA 掛川市によると、今年の出荷目標はおよそ6トンですが、現状の出荷量は1割程度にとどまっていて、大きく減っているのです。生産現場で何が起きているのでしょうか。例年ならね、今頃たくさん落ちる時期、今現在で、出荷数ゼロ。本来はもうちょっとこう磨いて落ちてもらえるよと。磨ける前にもうすでに落ちてしまったよと。これも今ね、掛川市の栗農園では300本もの木から例年1000キロもの栗を収穫します。この時期だと早生品種の栗が取れるはずですが、今年は全滅。自分で判断して、本来8月のお盆前の10日頃、一番水分を欲しい、栄養を欲しいよっていう時に雨が降らない、温度差があまりにも40度近い温度で木が苦しくなって今の時期に落としてしまう。それで落ちた中でも本来こっちが一番ベストの形だけども、シワがある、ツヤもないよ。この夏の異常な暑さで全体の収穫量は例年の4分の1ほどになる見込みです。今年はもう完全に赤形状だね。まあ天候には負けますね。今青くなってるこういうやつは出荷できる期待があるかな。待っててほしいって感じ。そうですね。生産者は残る収穫に希望を持ちつつ、来年は実り豊かな秋を迎えられるよう願っています。